をつけてもらいまして、本当にいい人なんですよね。めちゃめちゃいい人なんですね。で、去年はね、残っただけをこのくらいの日に入れてくれたんですね。まあ、ちょっといい人だなと思いますね。あ、これが一昨年ピンを返してなかったからじゃないかなって、去年この大きなピン返したんですよ。だから今年はいい人になるか、いい人になるか、めちゃめちゃいい人になるか、次回答えが出ます。ね。そういう付き合いでございまして、いいかな。次の曲はですね、T シャツに口紅って、これコマーシャルソングの中でなんですか。実は私が全然こういう雰囲気の曲は歌わないんですよね。でもこの人がやろうっていう、彼好きですから、じゃあやろうかなって言って、ラッツ&スターが歌ってましたね、 T シャツに口紅。
80年後のメジャーデビューを目指してるんですよ。あと50年ぐらいかかりそうです。生きてれば今のはかなり私も緊張させていただきました。ママさん様子が違う。様子が違う。だね。そう。緊張しやがって。いいか。あの最後ですね。これまた、まあ、好きな曲ではあるんですけど、あんまりいいです。やります。遠くで聞き的を聞きながら、もともとアリスはあんなに嫌いと思ってたんですが、なんでか歌ってるんですね。ご存知ですよね。もしよかったら歌いましょう。Oh!
人でした。どうもありがとうございました。